シダ植物門、茶泉シダか茶泉シダ族のシダである。ごく身近に生える小型で、柔らかいシダで、細かく分かれた細長い歯が特徴である。虎のオシダは、多分、茶泉シダ族では一番身近なシダであるが、小柄で、目立たないので、あまり意識されていないと思われる。よく石垣島に付着して生育しているのが見られる。茎は、ごく短く、多数の葉をつける。葉は、 長さ2 0トル程度、小さいものは1回右上腹用で、よく育てば2回右上腹用になる。乾燥した石垣などでは1 0トル以のことも多いが、条件が良ければ5 0トルにもなることがある。歯にはやや荷型があって、胞子をつける歯はやや大きくて少し立ち上がり気味になる。歯には短い傭兵があって、歯の大部分の長さにわたって右辺をつける。 右辺は比較的短く、基部から先端まであまり長さが変わらないので、全体の形は細長い楕円形になる。傭兵の基部は褐色に色づくが、大部分は緑色で柔らかく、葉は次第に垂れ下がった姿になる。胞子のうぐんは、列辺の葉裏に数個ずつ付き、長楕円形、やや中六よりにつく。三冠の岩地や枯れ状のようなところから、 人里の石垣まで幅広く生育し、特に農村の畑の石垣のようなところにはごく、普通に見られる。都市部でも見ることがあり、溝の側面のコンクリートの上にも生えているのを見る。ただし、姿が小さくてこちゃこちゃしているので、認知度と知名度はかなり低いと思われる。名前の由来は、虎の押しだで、幅が狭くて、細長い葉の形を虎の尾に見立てたものと思われる。 ちょっと大げさすぎる気もするが、細長いものは植物の名ではトラノうとする例が多い。日本全土に分布するが、本州、四国、九州にはごく普通、北海道と沖縄では稀。日本以外では、千島列島、カラフトから中国、朝鮮、台湾に分布している。品種として、歯が細かく切れ込んだチリメントラノウシダや歯に、 ブチの入った不入り虎の押しだが報告されているが、特に広く認められてはいない。一切ない。人里では雑草に類するものではあるが、はびこらず、あえて駆除する、必要性もない。石垣などに生えるシダやコケは、日本では干渉価値を認めて駆除しない傾向があり、のきしのぶなどは立派に育っているのを見かけるが、虎の押しだに関してはそうした風情が、 一般には認められていない傾向がある。同様の生育環境にあって似たものはあまりない。特に人里では他に類似したものがない。イノシダは外形や生育環境が近いが、歯に一面に長い毛があり、簡単に見分けられる。茶泉シダ族のものとしては、やや似ているのが岩虎脳である。歯は長さが20センチメートルくらい、その半分弱が傭兵である。 葉は二階上複用で全体の形はコーヒ飛新型と、虎の押しダのように細長くならない。北海道から九州の、特に南の地域の渓流沿いの薄暗いところに生える。台湾から中国、ヒマラヤ山で分布する。悲鳴は虎の尾はこれに似ているがより小さく、葉が地表に寝る。日本各地の森林内の石灰岩状に生じる、高石灰岩生植物である。朝鮮。 台湾からヒマラヤまで、ありがとうございます。